はいどうも、ケイスケです。お願いします。ということで本日はつけるだけでモテる香水を紹介していこうと思います。はい。はい、僕は普段ファッションについてインスタグラムや TikTok で発信しているので、そちらの方もぜひご覧ください。お願いします。はい。まあこれも質問をね、よくいただいてたので、今回香水を僕のやつ3つを紹介していこうと思います。ですね。やっぱ香水は、男としてはやっぱマストアイテムというか持っておくべきだと思うので、まあこの紹介を参考にしていただけたらすごく嬉しいです。まあギフトとして誰かにあげるプレゼントとしてもすごく香水っていいものだと思うので、その誰かに例えばまあ友達の誕生日でもいいですし、恋人の誕生日に香水あげたいですって人にもぜひ参考にしていただきたいなって思います。ということで一つ目からいきたいと思います。はい、一つ目こちらですね。はい、見えるかな。はい、一つ目こちら、白のイントロダクションという香りです。はい、一応詳細こちらに載せておきます。はい、白のイントロダクションという香りですね。で、この香りの説明も一応載せておきます。はい、香水の説明ってすごく丁寧でちょっと独特な文章なので、僕が個人的に使って感じること、こういう匂いですとか、あとこんくらい持つなとか、僕の体感を話していきたいなって思います。これはこの白のイントロダクションは何やろな、すごい優しい香りがします。優しい雰囲気が出る香りですね。すごく爽やかで、あとなんだろうな、その渋すぎない、なんならそのすごく軽い、なんかイメージ、そのベビーパウダーあるじゃないですか。ベビーパウダー、こういう体にポンポンポンとかやるサラサラのパウダー、あの匂いのイメージ、うん、どっちかっていうと女性らしい香りがするかなっていう、だからすごく柔らかい印象を出すことができるので、まあ、特に夏とかにねおすすめなんですけど、まあ、もちろんね秋とか冬とか僕一年中これも使うんですけど、この、まあ、実際この量がねもうこんくらいしかないので、はい、これすごく使ってます。そうですね、これはまあすごく長持ちするっていう感覚は正直ないですね。ただ周りからすると結構ケイスケの匂いってこれだよねっていう言ってもらえるぐらいではあるので、十分長持ちするものかなって思います。で、値段もねお手頃なので、ほんとプレゼントとかでもあげやすいですし、自分にもすごく買いやすい、手が届きやすい値段だと思うので、ぜひ今香水探してるよって人はこれが一番ね手に取りやすいかなって思います。これすごくおすすめです。はい、これね女子受けもいいです。はい、ということでこれが1つ目でした。2つ目ですね。はい、こちらですね。はい、これです。はい、見えるかな。ルラボのテノワールという香りです。はい、ルラボのテノワールという香りです。こちらに詳細を載せておきます。これはねちょっと先ほどの白と比べて、まあ、約3倍ぐらいしちゃうんですけど、すごくこれに関しては僕が最近一番使ってる香水です。一応ね香りの説明文もこちらに載せておきます。はい、このルラボのテノワールはさっきの、白のイントロダクションに比べるとかなり、まあ、匂いが強めかなって思います。ちょっと癖のある香りかなって思います。さっきの白は本当に癖のない香りで、誰でも似合うというか、誰でもつけやすいんですけど、これはちょっと癖があって、ちょっとウッドな香りが入っているので、ちょっと渋い感じがあります。ただちょっとなんて言うんだろうな、その渋みの中に爽やかさがあるので、つけててくどくない、わこの香水の匂いきつとかじゃない、なんて言うんだろうな、僕はすごく好きなんですけど、まあ10人いたら2人ぐらいこの香水の匂いちょっと強いわっていう思う人もいるって感じですね。逆に10人いたら4人ぐらいはめちゃくちゃ好きだわってなる香りだと思います。でこれ僕はね周りでは結構好評なんですけど、あと匂いがこれ長続きしますね。すごく香水ってそのつけ始めと途中と最後で匂いが変わると思うんですけど、どの段階でもすごくいい香りがします。自分でも分かります。ルラボは
おしゃれな人はみんなこのルラボは持ってるなって思うので、まあ、テノワール以外もたくさんいろんな種類があるので、まあ、特にサンタルとかすごく人気ですね。まあ、それに近い香りです。これはサンタルとテノワールは近い香りで、僕はこのテノワールのちょっと軽い感じ、多分サンタルの方がもうちょっと渋い香りなんですけど、僕はもうちょっと軽めな感じを出したかったのでこのテノワールにしました。ルラボは一つ持ってるとすごくいいかなって思います。まあ、実際その本当に香りが結構するので、僕もいつも使ってるんですけど、こんくらいねまだあるよって感じなので、意外とコスパがいいかもしれないです。はい、じゃあ3つ目いきます。はい、3つ目なんですけど、はい、こちらですね、このイソップのマラケシュという香りです。はい、見えるかな。はい、こちらですね、イソップのマラケシュという香りになります。で、こちらも詳細載せておきます。これがいくらだっけ。これも1万1000円ぐらいですね。最初の白と同じぐらいの価格です。まあ、すごくね、この香水らしくない形、皆さんこれ香水だと思わなかったと思うんですけど、これは実はロールオンタイプの、こうくる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 開けて、この先端がこうロールオンになってるタイプなんですね。これはい、この先端がこういう先端がこういうロールオンみたいな。だこれは持ち運びがすごくしやすいです。なんなら普通にパンツのポケットに入るぐらいなので、僕はこれ結構持ち歩き用として使ってます。はい、持ち歩き用として使ってます。で、匂いとしてはすごく、なんて言うんだろう、ウッドな香り、渋い香りがします。まあ、一応ここにね、説明載せておきます。そう、ブッディーな香りで、本当になんかスパイシーな香り、なんか男らしいというか、僕はすごく好きな香りなんですけど、僕ウッド系の香りがすごく好きで、落ち着くんですよね、嗅いでて。そうですね、さっきのルラボもこれも、ウッドが入った、ウッドの香りがちょっとするものになってます。これは本当深みがあって、僕はすごく好みです。まあ、香水の持ち時間的にはすごく長いっていうわけではないです。例えば朝つけて夜まで香ってるってわけではないですね。多分そうですね、まあ、5時間とか6時間ぐらいがピークなのかなって思います。さっきも言ったんですけど、持ち運びしやすいので、例えば、まあ、本当旅行先とかにもすごく持って行きやすいですし、例えばちょっとご飯行く時とか、まあ、ご飯行くよって、例えば女の子とご飯行くよってなった時に、まあ、1軒目どこか行きました、2軒目ってなる時に、まあ、ちょっとお色直しというか、ちょっとちょんちょんって、僕これは、まあ、この首あたりにすごくこんくらいでちょんちょんちょんぐらいちょんちょんちょんぐらいで、なんていうんだろう、まあ、ちょっとトイレ行ってる間にとか、その間にちょろっとポケットから出してちょ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 ってつけるとかいう使い方もすごくいいと思います。ただ単に持ち運んでてこの匂い嗅ぎたいなというか、つけたいなっていう気分の時につけてます。持ち運べる香水、手軽に持ち運べる香水ってなかなかないと思うので、すごくこれね、いいんじゃないかなっていう。はい、まあ、一番初めて買うものとしてのチョイスにはならないと思うんですけど、このロールオンタイプのイソップのマラケシュ、すごくおすすめです。ほんとこの香り僕かなり好きなので、普通にスプレータイプというか、まあ、こういう普通のこういうタイプのマラケシュも買おうかなって今迷ってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はね、3つ僕の持ってるものを紹介したんですけど、本当にどれもいい香りなので、実際にまあ、このね、YouTube からじゃね、匂いが嗅げないので、今この2023年では。まあ、実際に匂いを嗅いでみて、あ、これがいいな、あれがいいなって、まあ、自分の中でね、なんか、お気に入りの一本が見つかればいいかなって思います。その参考になれれば嬉しいです。はい。ということで、本日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。